山下駅は宮城県渡り郡山元町つばめの森一丁目にある東日本旅客鉄道上番線の駅である。当駅は1897年11月10日の中村駅岩沼駅間開業に合わせて隣駅の坂本駅や吉田駅などと共に開設される予定であったが、気候に際して日本鉄道と山下村との間に対立が生じたため開業の時点では 山下村域に駅が開設されなかった。このため、早くも翌1898年には、地元の有志により停車場開設運動が始められ、以後繰り返し請願が行われた。この運動は、第二次世界大戦により一時中断したものの、終戦後の1946年に請願が再開され、1948年6月に着工が決定。 11ヶ月ほど後の1949年5月10日に開業に至った。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波で浸水し営業休止となった。内陸移設及び高架化されて2016年12月10日に営業を再開した。岩沼駅管理の業務委託駅。緑の窓口、自動券売機一台。 簡易水化改札機がある。構内は旧駅の2面3線から島式1面2線に縮小されているが、一番線を主本線とした一線、スルー式とすることで折り返し設備は維持されており、基本的に一番線ホームを使用する。ホームは6両編成対応だが、特急列車同士の交換は十両編成まで可能。上屋の柱は付近の橋梁のコンセプトと同様。 一ご色とされた。新駅舎は旧駅舎と山本町役場の中間地点に高架駅として設置された。新駅周辺は震災後に開発された新興住宅地で災害公営住宅をはじめとする住宅のほか、学校、商業施設などの建設が進められており、駅西側にはロータリー、駐車場、駐輪場が整備されている。 乗り場旧駅舎旧駅構内旧駅舎は山本町役場のある山下ブラックから東方約 2km、新駅舎から東方約 1km に位置する花釜ブラクにあった。旧駅舎の東側を南北に走る県道38号線沿いにはいちご畑が広がっていったことから、この道はストロベリーラインと呼ばれていた。端式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線。 計2面3線のホームを持つ地上駅で駅舎と2.3番ホームは古戦橋で連絡していた。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震に伴う津波により駅舎及び線路等の施設が大きな被害を受けたため線路は撤去され、駅舎は板が打ち付けられて立ち入りできない状態となっていた。 2013年1月15日より駅舎の解体が始まり、同年3月時点ではすでに駅舎は撤去されていた。2017年3月時点ではホームの一部の解体が行われている。なお、トイレは現在も使用することができる。東日本大震災に伴う大工バスは、新駅開業前日の2016年12月9日まで運転され、バス停は 駅から西へ約2キロメートル離れた山本町役場前に設置されていた。愛好バスでは、スイカは定期券の未使用できた。旧駅南側には、東日本大震災の慰霊碑と駐車場が設置された。乗り場、JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は598人で、ある。近年の推移は以下の通りである。 注釈出典、ありがとうございます。